ホイケルです。ピタマンです。はい、ワールドトリガーボーダレスミッション、はい、続きはい、合ってるかな。はい、あと片言なんですか、そんなやっていきましょう。はい、というわけで今回は今回はてんてんてん、あーなるほど、見渡りですか、はい、そうです。あのね、このゲーム、はい、見渡りの敵ミッションがないんですよね。はい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 、はい、なんでか知んないですけど。なんでなんですかね。なんで作りました。はいでもちょっと僕のメンツだと米谷と奈良坂がそこまで強くないので、レベルの差が激しいですね。ただ宮さんと会ったら逃げましょう、はい、そうですね一人の時は逃げましょう。彼はちょっとまずいですね。そう、彼は特殊なんで特殊な訓練を受けてるんでね。そうそうそう、レベル50っていうね感じなんで、はい、早速行きましょう。行きましょう。戦闘開始。まあその特殊な訓練を受けてる専用の装備をしときました。専用の装備をしとるやん。まあ虎穴をね、最強の虎穴持たして、はい、最強のハンドガン持たしてちゃんとレッドバラットもつけてああなるほど、そう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 、そんな感じです。逃げましょう。はい、逃げましょう。見つけたらヨネアンもレベル低いと思わせといて、はい、一応一番強いあの槍虎穴、ああトリガー自体は強いってことですね。そうそうそう、あと耐久力マックスにしといたんで怖いな。マックスっていうかあのドーピングしといたんで、はい、まあそこそこだと思います。無理やりレベルを上げてる感じですよね。でこのマップは結構、はい、もしかしたらスナイパーの車線が通りやすいかもしれないので、奈良坂さんがいるわけですね。奈良坂さん、奈良坂さんがいますよ。どこだ、あ奥か、どこだろう、飛んでるな、見えますね。なんかあれは多分あれは、いやちょっと皆さんグラスホッパーつけてますよね。美和さーん、皆さんみんなで、なんかすげえ遅い球打ってるあれ多分レッドバレット入れてるアステロイドっすね。みわちゃんいけんじゃないか。みわちゃんこれあのもしかしたらこれこれみわさんあの走る方が速いですね、球より。みわさんから勝っていきます。勝っていきますよ2人だからね。いった、ね、痛いっすね。ちょっと今なんかされたな今くーんいっていっえっえっえっヨネアンに行きますちょっと今体力僕2撃食らったらこんだけ減りましたけど大丈夫ですかね。いけます、大丈夫ですか。わからん。シールドモード、なんとかバックワームだと。あ、バックワームつけてますよ、当たり前じゃないですかバックワーム、いったい、フェードアウト、すまぬすまぬすまぬ。今ちょっと、はい、奈良坂さん見えた気がする。ちょっと待って、 片腕レッドバレット乗っちゃったよ片腕レッドバレット乗っちゃったよ乗っちゃったよそれはブラックトリガーじゃないから危険だよ奈良坂さんいたね、あそこにいたな。美和さん倒していたよ。じゃあちょっとスナイパー押さえに行きます。はい、奈良坂さんがずっとシールドやってるんでただ一番怖いのは、はい、今ちょっと僕の後ろにね美和さんがいる可能性が。撃ってる、左遷いって、はっよっ。スナイパーはやめて、原用攻撃だけはやめて。近づくとこうなりますなりますなります。あと一撃、いいよっ、さあよーし、 OK、 そっち行きましたね。あざーすあざーすあざーすじゃないですよし、4年は終われた。ラストラスト、ミワさん倒そうぜ。ミワさんミワさんミワさん、よし、ミワさん遊びましょ。でんゾンゾンでゾンゾン、結構当たってますよ。結構減らしてますね。うん、ガードします。くっ、回こんな狭いとこにってやめて。よっしゃ、なんか4人あ、ちょっとヨネアンが、ヨネアンがいる。まずいな、やばいやばい、ガードを捨て抜けた。これはレッドバレットだ、まずい。来てる、届かない。誰もこれは倒せるよ。行きます行きます行きますよ、行きましょう。先駆攻撃ですね。終わりました、はいはい、ちょっとただ後ろ、僕後ろ後ろももう前も後ろも、あーやばいやばいやばい、またついたまたついた、あー痛い痛い痛い、トリオンがない、トリオンがない、トリオンがない、あー痛い痛い痛い、やめてやめて、蹴んないで、痛い痛い痛い、僕も行きます。はぁ、よし、おお今いい声出たな我ながらよし、倒した、倒しましたね、よかった。というわけで、はい、ちょっと早いんですけど、今回はこの辺でまあね、こういうね、回もね、たまにあって、うん、サクッとね、はいはいはい、結構ギリギリだったけどねそうですね、4-3でしょ、だって今思ってたよりは
あ、42か。まあ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 、やっぱね、敵スナイパー弱いんですよね。そうですね、コンピューターがやるとあんま強くないんでね。そう、レベル50にしても弱いっていうちょっとジンクスが、そうですね、ありますんで、はい、まあちょっと次はね、おそらくもっと強い舞台が楽しみですね、あると思いますんで、はい、よーし、じゃあこの辺で終わりたいと思います。はい、ありがとうございました。また会いましょう。ましたー。